はい、どうも岡田千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、年末のプラチナチャンスが開催されましたということで、今回はこちらのお話をしていきたいと思います。はい、さあもう2日目になっておりまして、昨日から始まっており、今日で2日目、そして来年の1月7日までがチケットの獲得期間ということなんですけれども、本日は6枚が最高となっております。はい、じゃあまず簡単に報酬をちょっと覗いてみましょう。まあ、同じく例年と同じくといった感じですね。最近はこんな感じでございます。3等までにスカチケが入っており、5等までなら SS レアがもらえっていう、そういった感じですね。あと続いております。はーい、そしてプラチナチャンスの、まあ、大事なところですね。まあ、特に大事なのが前回から始まった、こちらですね。チャンスチケット。チャンスチケットっていうのは、このチケットもらった時に、まあ、もらえるもの。まあ、このチケットの枚数と同じと考えてくれればいいですね。これを25枚集めると5等確定のチケットが必ずもらえるといったもので、まあ、先ほど見たように5等っていうのは SS レア確定なんですよね。なので、このチケットを頑張って手に入れれば、かぶりかもしれないけど、SS レアは必ずゲットできるといった状況を作ることができます。はい。じゃあ、この25枚がシビアなのかっていう話なんですけれども、Twitter の方で公開されてました。今回のチケットは全部で40枚でございます。なので、ま、取り漏らしがないように毎日頑張ってたら、ま、数枚取り逃しても、ま、数枚というか結構15枚取り逃しても大丈夫なくらいには、ま、結構余裕で集めれると思います。25枚。ですので、ま、しっかりね、忘れず25枚必ず集めましょう。はい。で、ま、ことだとね、先ほども見たんですけれども、SS レア確定と他にもね、スターレッスントレーナーチケット、スタドリが100が20個、ジュエルも800個と結構美味しくなっておりますので、はい。じゃあ5等がそんなに重要かっていう話なんですけれども、これこの5等確定がなかったら結構最高が6等でもすごい、だいたい7か8かなぐらいの人が多いんですよね。運が良くないともう6以上もらえないぐらいで、5って結構すごい位置にいるんで、まあ、必ずねゲットしておきましょう。はい、そしてミッションがね、まあ、チケット集めるときにあるんですけれども、今だとアタポンイベント中ということもありまして、それに沿った、ミッションが出ております。君に仕事を頼みたい。悪くない内容だと思う。はい、こちらですね。受けてくれるな。こちら、エンブレムですね。エンブレムをある一定の数集める。そしてイベント楽曲、こちらを1回プレイする。これで1枚ずつもらえる形になっており、昨日3枚、今日3枚、計6枚。そしてまあ明日もあると思うので、明日で合わせて計9枚となります。はい、そして、まあ、このイベントが終わり、数日経てばライブカーニバルが始まります。そちらのイベントでは、そちらの、まあ、独自のミッションがあるので、しっかりここのミッションからチェックして、チケット取り逃しがないように頑張って集めてください。はい、そしてね、今回初めてプラチナチャンス参加される方もいらっしゃると思います。ここ必ずチェックしてください。当選条件、プロデューサーレベルが20以上、そしてパネルミッションっていうのがあると思うんですけれども、それをセカンドまで必ず解放してください。はい、でないとここに書いてある通り、1等から9等までと特別賞の当選対象外、つまり全てが10等になってしまうっていうことになってしまうので、必ず当選条件だけは満たしましょう。はい、そして最後になりましたが、こちら当選結果発表が1月の17日となっております。こちらの、
1月17日15時から結果発表を見る配信をアイマス専用チャンネル、こちらのチャンネルで、やっていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください。一緒に結果発表を見ましょう。はい、ということで今回はプラチナチャンスのお話をしていきました。ということでこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。